はい、吉谷さん、前回はですね、マインドブロックなど存在しないっていうところから入っていって、さりげなく速稼塾の最上級プログラムを紹介しつつ、まあ、速稼塾のね、インパクトを提供するということだったんですけども、まあ、そういうことを置いといてですね、皆さんの考えている思考の中に、私はね、一石を投じたいと思っております。それはですね、おそらく多くの方っていうのは自分の心に逆行しているんですよね。なんで逆行するかというと、自分以外の人の社会の常識とか会社とか家庭というものに順張りしてるからなんですよ。でも本当に自分に正直に生きようと思ったら、自分の心の中に、自分の心にですよ、心に順張りしないといけないんですよね。そして社会にはもしかしたら逆張りかもしれません。それでいいんですよ。自分の心の中、自分の行動、自分の考えを正直に発信して、それが受け入れられないとしたら、そこで軌道修正もできますし、自分と他者との違いっていうのが主観的にも客観的にも分かるわけですよね。これをごまかし続けていくと、結局は息苦しくなって、何もかもがつまらなくなるんですよ。家庭に行っても自分の心を押し殺して皆さんの気に入るようにすると。もちろんね、皆様の気に入るようにするのが大好きで快適だっていうんだったらいいんですよ。でも皆さんの気に入るようにやった結果、自分の心を災難で見たりとか、ブラック企業だとかね、やれブラック労働だとかケチをつけるわけですよ。しまいには自分の心がね、ちょっと病的になってしまったりとか、人間不信なんていうね、生意気なことを言ってる人もいますよね。人間不信って何者なんだと。自分はそれほど人のことを評価できるぐらいの偉い人なんですかっていうふうに私はいつも自分に問いかけてるんですよ。まあ、ですんで私は人間不信になりませんというよりも、私がね、人を信じるとか信じないとかっていうふうな、そんな目なんてないですよ。そんな思考なんてもうどこまでもね、自分をこう低く見積もって、全てのことに感動していければいいんではないかなと思います。まあ、ここまでのことをちょっとまとめると、自分の心に本来は順張りであって、社会には逆張りでもいいんですよね。自分というのは社会とは相入れないところがあるわけですから、全部が相入れるわけではないですからね。で、多くの方が間違いをしてしまうのが、世の中に順張りで自分に逆張りしてしまう。本当はですね、自分に順張りして社会には逆張りでもいいんですよ。ですんでね、自分の個性を、そして好き嫌いをはっきりしていくことに恐れる必要は全くありません。まあ、そういうふうにね、少しでもやっていければいいと思います。もちろん人に迷惑をかけたり、人を傷つけたり、人から物を奪うということに対して順張りするのはダメですよそれはダメですからね。極端な考え方する人がいるんですよね。だったら街歩いてる女の子を自分の欲望の赴くままに手をかけていいのかみたいなことを言い出すわけですけども、仮にそんなことね、いいですよって言ってもやらないでしょ。だからそういう極端なことをやるやらないってことではなくて、日々の小さな積み重ねの中の小さな疑問に対してですね、自分の心に正直に生きていくことを最初の第一歩にしていただければいいんではないかなと思います。まあ、言ってみればね、ここまで、これがマインドブロックなんですよ。みんなの言う通りにしなければならないっていうマインドブロックが皆さんにあるんですね。さあ、吉谷さんはですね、上書きしましょうっていういい言葉を残してくださいました。これは本当にその通りなんですよ。私はマインドブロックってものが一番下、ピラミッドの一番下にあるって言いましたね。例えばマインドブロックが10あるとしますよね。そうするとですね、1とか2とか5とか10ではマインドブロックがなかなかね、壊せないんですよ。でマインドブロックがもう無視できるぐらい、マインドを、新しいマインドをどんどん上書きセットしていくんですよ。そうしてマインドブロックが10あることに対して、マインドセットが100とか1000とかになった時って、全体の割合の中でマインドブロックっていうのがちっちゃくなってくるんですよね。だから継続しましょうってことなんですよ。だからですよ。だってマインドブロックが30年分とか40年分あるわけでしょ。常識とか教育とか、そういったものが30年分40年分積もってるわけですよ。じゃあそのマインドブロックに対抗するためには、継続に次ぐ継続で新しいマインドをセットして、その30年40年が小さく思えるぐらい、行動と発想をどん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 上書きしていくしかないですよ。そういうふうにしていくと、新しい自分の考え方っていうのに気づけるんではないかなと思います。そして余談ですけど、マスターマインドっていうのは、マインドブロックっていうものに対してブロックそのものを変えていくんですよ。ブロックそのものを構築し変えていくんですよね。これはものすごく難しいです。ほとんどの方はできないと思います。ですんでね、そこはやらなくてもいいと思いますよね。まあ、私はね、そういうことができるわけなんですよ。さっきまで考えてたことを全否定できるとかね、
今自分が考えていることにも疑問を持つとかね、そういうふうに例えばイエスとノーで分かれた時にどっちのパネラーにもなれるわけなんですよ。そしてどっちのパネラーになっても反対側を論破することができるというね、これが私のマインドセットなんですよね。はい、でね、やっぱり会社に行かないといけない事情もあると思いますけども、はっきり言ってね、嫌なことをして会社で嫌なことをして生活費をもらうために、要するにお金のために働くって、これまんま奴隷ですよ、こういうことしてたら。だからせめてね、自分が嫌々やってるんではなくて、全ての瞬間を楽しむようにマインドが本当にねセットできるといいですよね。うん、私はこれをね、マスターマインドっていうのはどこで私がねできたなと思ったかっていうと、逮捕されて牢屋に入ってる時ですね。その状況の中で日々どれだけ発見ができるか、日々どれだけ楽しめるかってことをずっとやってったら結構できたんですよね。食事の食べ方とかね、退屈で何もやることがない時の空想とか妄想とかね、畳の一本一本数えて、こう右と左で一本一本数えて競争するみたいな、ちょっと細かく言ったら難しくなるんで言いませんけども、いろんなことが考えられました。で、没頭することができました、あの空間で。まあですから今日がいるのかなと思います。で、お金のためにばっかり働くことってのは非常にストレスですよね。自分の好きでもないことをやって、その我慢した見返りとしてお金をもらうみたいな感じじゃないですか。我慢比べですよ、こんなの。そうではなくて、本来私たちは自分のですね、心の中の声に正直に信念とか、いわゆる自分の考えている正義ってものとはちょっと違いますけども、自分がこうあるべきってものにまっすぐ生きていければこんなに楽しいことはないんじゃないかなと思うんですよ。もちろんそれをすると誰かの正義とぶつかることもあります。その時は話し合いましょう、なんでそうなったのかとかね。そして自分の話の合う人を選んでいって一緒に協力して進んでいくってこともありますし、自分と反駁している人と無理にね一緒にいる必要もないと思うんですよ、もしくはその人とどのような違いを受容し合えるか、人っていうのはね、やっぱり自分と違った意見があるってことも認めると、それを受け入れるとものすごく楽になるんですよ。自分の考えに相手も洗脳しなくてはならないって考えるとものすごく不自由になるんですよ。正義同士がぶつかりますからね。でも右利きの人と左利きの人って同時に生きていくことできますよね。その程度の違いなんですよ、意見の違いって。私は右利きですよって、多くの方は右利きですよって、あなた左利きおかしいんじゃないのっていう考える人がいるってことなんですよ。違うんですよ、考え方が違うっていうのはその程度のことなんですよ。ちょっと見たら、あなた左利きじゃん、俺右利きで、右利きは全体的に多いけども、あなたは少数派だけども、どっちでもいいよねっていうのがね、考え方の違いをどう捉えるかってことになるんですよね。どうですかね、こういうふうな例えは、で、皆さんにね、考えていただきたいのは、どっかにね、塾に入るとか、どっかのコミュニティに入るとか、誰かについていくってことがあると思います。で、誰かについていくんだったら、いちいち批判するなってことなんですよ。いちいち疑うなと、そんなことをね、分かるぐらいやり込んでないわけですから。自分が今までのマインドブロックで判断できないからといって、マインドセットしようとしてる人に対して、それは違うよと、疑問があるよと、不信だよ、ついていけないよって言ってことは、自分のマインドブロックを肯定して新しいマインドセットを跳ね抜けてるってことなんで、これはマインドブロックが壊れるわけないんですよね。なくなるわけないんですよ。ですんで、そういう方は退場していって、一生マインドブロックを大事にしていけばいいと思います。私はですね、昨日までの考え方をいかに否定できるか、昨日までの人生にさよならする旅、これが人生だっていう風なね、名言を残した方もいますけども、まあ本当にその通りだと思いますよ。で、何やったらいいですかっていう質問がありますよね。何をやったらいいのかわからない人に対して、何からやったらいいんでしょうかと、そういう風な疑問質問を抱えていらっしゃる方がいますね。私の答えは、何やったらいいかわかんないんだったら何もするなってことですよ。何もしないで人生終わればいいじゃないですか。それが自分の心に順張りだからですよ。で、そうしてね、だんだん焦ってきて、わ、自分は何をすればいいんだ、よし、とりあえずこれはやってみようというふうなところまで何もしなければいいと思います。何もしないまま人生が終わるのもそんなに悪いことではないと思いますよ。むしろですね、何かをしなければならないなんていうふうに自分をマインドブロックしないでもらいたいと思います。何もせずに生きて死んでも、それは価値のある人生だと思いますよ。もっと言ったらね、価値のない人生だって価値があるんですよ、私たちはね、命ってものを持ってます。それだけでもう十分です。貧乏だとか、高級車を持ってるとかね、大きな家に住んでるとか、たくさんの友人に囲まれてるとか、こんなもの幻ですよ。人は一人で生まれて一人で死んでいきます。その途中にはいろんなことがあるんですよ。
浮き沈みがあります。浮き沈みがない時もあります。でもそれが丸ごと素晴らしいわけなんですよね。私たちはね、あの生命という誰にも操作できないものをいただいてるわけなんですよ。命を作ること誰にもできません。命が消えていくこと誰も止められません。こういうふうなね、大自然の力といいますか、神様の操作によって私たちは生まれているのかなと思いますよね。さあ、この億万長者合宿シリーズ、最初のきっかけはエホバの証人という言葉でした。まさに神様が私たちをもしかしたらね、こうやって生み出してくださっていろんなことを教えてくれてるのかもしれませんね。はい、何やったらいいですかってわからない方、何もしないでいいんじゃないですか。なんで何かしないといけないって焦るんですか。何もしないでください。以上でございます。